こちらの画面は、ビータの画面を編集した画面になります。で、上に出ている画面は、実際に、そのキャラクターを制御している、人ですねを、実際に映しております。今回は、デモといってもですね、少し面白く見せたいなと思いましたので、実際に、人がですね、このカメラを使って顔をコントロールしているところをビデオチャット風にしたという想定でアプリケーションとして、実装しています。この上に出ている、実際に実写の画面をはめ込んでおりますけれども、その下の画面は全てプレイステーションビーターの実際の画面となっております。見ていただいたら分かると思うんですけれども、人々の顔のうなずきですね、実際男性の顔の細かいうなずきですとか、女性の今首を振っているところとかですね、そういったところがリアルタイムに検知されていることがご理解いただけると思います。